はい、こんにちは。としかたくです。今日はね、ちょっと久しぶりにね、仮想通貨でも、今ね、話題になってる柴犬コイン、これについて、話していきたいと思います。以前からね、僕ね、このコインについて、非常にね、興味深いと。非常に、これから上がる可能性があるんじゃないかなという、話をしてました。で、このね、柴犬コインがね、結構爆上げして、もうね、すごいことになってます。なんで、今日はね、その報告とね、その理由と、解説したいと思います。以前からね、注目してたんですよ。ずっと注目してました。っていうのも、このね、コインが、柴犬コインなんだけど、同時コインに似てますよね。で、同時コイン、知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、その同時コインってちょっと似てて、で、ネーミングが、なんていうの、パクリというかさ、後発の、コインなんだけど、ちょっとね、ユーモアを持たして、中国人がね、パクったみたいなね、あるじゃん、よく。パクリ文化。そういう感じです。わかりやすく言えばね。で、後から後発のものなんだけど、あまりにもね、これをね、支持してる人が多くて、ネット SNS、いろんなとこでね、応援してる人がいます。なんで、おそらくみんなね、応援して、その期待でどんどん上がってくるんじゃないかなと、個人的にはそう思ってました。で、仮想通貨って言っても、一応ね、その、なんて言うんだろうな。それを欲しい。それに価値があると思ってる人が増えれば増えるほど、その、通貨の価値っていうのは上がっていくわけです。株に近い要素があります。通貨って言うんだけど、どちらかというとね、株とか、なんだろうな、債券みたいな要素も含んでる。通貨よりね、どちらかというと。だから最初の方はね、人気が上がっていけばいくほど、価値が上がっていくんじゃないかなとは思ってました。で、ずっとね、そういう意味でね、支持層が多いと。で、中国とかね、韓国とかそっち側の人たちって、貧しいんですよ。韓国もね、一部の人しかね、ちゃんとした正社員の仕事がないとかね、学歴社会とか、そういうのがあって、で、学歴社会じゃない、以外から出た人たちっていうのは、結局お金を稼ぐことでしか、人生逆転できないと。日本だったらそんなことないですけど、別にね、学歴がそこまで必要なくて、マーチ以外とかでも、ニットコマセンとかさ、地方のエフラン大学とかでも、正社員になれたりするわけです。なんだけど、中国とか韓国っていうのはもっとね、差が激しいんで、みんなね、学歴社会から落ちた人たちっていうのはお金稼ぐことしか、人生逆転できないんですよ。だから、そういう意味でも、仮想通貨とかすっごい人気があって、投資熱が強い。で、その中でも、いくつかのね、ちょっと前までビットコイン、あとイーサリアム。で、最近はね、この草コインに、期待してる人たちっていうのが、一定数いるんですよ。で、その中でも、このコインがね、上がるんじゃないかなと、個人的にはね、思ってて、買ってました。ビットコインとかイーサリアムとか、すごい人気あるんだけど、それ以外で草コインを買うメリットっていうのは、そこからの価格がどれだけ上がるかっていうのは未知数なんですよ。だから株でね、10倍とかってそうめったに起きないんですよ。日本株でね。で、なんかネットの中ではね、10倍を取ったぞとかね、これが10倍になる銘柄の選び方とか言うんだけど、数的にはね、そんなない。特に短期でってなるとほぼないんですよね。でも仮想通貨だったら短期で10倍とかに普通になるんで、そういう意味ではね、夢があってみんなね、買うんですよ。だから、結局ね、草コイン今すごい人気があって、何を買うかっていう、そういう、ところになっております。まあ僕もね、いくつか持ってるんだけど、まあそこまでね、なんか、なんだろう、まあどれ買ってもいいかなみたいな感じで、まあそこまで熱は持ってないんだけど、まあやっぱりこれからね、10年、20年、30年後にはね、もっと流行ってるだろうと思うんで、まあそういう意味ではちょっと持ってる、まあ期待というかさ、無理ないレベルでちょっと持つことはいいと思う。ただね、あんまり行き過ぎちゃうとね、結局10倍、20倍とかにすごく短期になるってことは、逆にね、暴落して価値がなくなるってことも全然あるわけなんだよね。10分の1、20分の1。だからリスクは相当高いと思うんで、まあ、あんまりおすすめはしてない。おすすめは全然してないからね。ただね、持ってたのがね、ちょっとね、上がったんで、今日はね、まあ報告したいと思います。ということで、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。